コーマック・マッカーシーはアメリカ合衆国の小説家。現代のアメリカ文学を代表する小説家の一人。文芸批評家のハロルド・ブルームは、現代を代表する米国人小説家としてマッカーシーとドンデリー・ロ、フィリップ・ロス、トマス・ピンチョンの4人を挙げている。彼の作品は登場人物のセリフの文において引用符を用いない特徴がある。 大のインタビュー嫌いで有名。ベストセラーを記録してからも、カタクナに応じず、ニューヨークタイムズとインタビューマガジンに一度登場した、以外は一切姿を見せなかった。2007年、人気司会者、オプラ・ウィンフリーの番組に登壇し、初めて公に姿を見せた。その暴力的かつ哲学的作風と違い、科学を愛し、何より、 自分のやっていることが好きだから続けているだけだと、にこやかに語った。ロードアイランド州で裕福な弁護士の子として生まれ、テネシー大学中退後の1953年に、空軍に入隊し4年間従軍した。1960年代に、スペインのイビサ島に住んでおり、その後エルパソに移住して20年近く住んでいた。貧困生活を送りながら、後に、 テネシー大学に復学し、工学科に通いながら、執筆を続け、1992年に発表した、すべての美しい馬が、ベストセラーとなり、全米批評家協会賞と、全米図書賞を受賞。2005年の、地と暴力の国は2007年に映画化され、アカデミー作品賞を含む、計4部門をはじめとする数多くの賞を受賞。 2006年に発表したザ・ロードもピル・リツァ賞を受賞してベストセラーになった。マッカーシーは2000年頃から複雑適応系の研究を専門とするサンタフェ研究所においてシニアフェローとしてオフィスを持ち多くの教職員やポス読のために論文の編集支援などを行っている。また2017年にはケクレ問題というエッセイを発表を。 ドイツの科学者、アウグスト・ケクレの、いわゆるケクレの夢に関する分析であり、この中で彼は、無意識は動物を操作するための機械であり、すべての動物には無意識がある。言語は、純粋に人間の文化的創造物であり、生物学的に決定された現象ではないという仮説を述べている。執筆中の次回作ザ・パッセンジャーについても、 このスフィーの研究者に影響を受けたとされている。国境三部作ブルーム、ハロルド、ダミングダウンアメリカンリーダーズ。ボストングローブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.boston.com スラッシュニューススラッシュグローブスラッシュエディトリアル、オピニオン、オープト、アーティクルズ、2003-09-24ダミングダウンアメリカンリーダーズ。 2010年4月27日、閲覧。モダンフィクション・スタディーズ、フォール2015、リトリーブド・マーチ25、2016、https www.nature.com a r t i c l e s D41586-019-02918-58https www.newyorker.com、b o o k s ページターナー、コーマック・マッカーシー・エクスプレーンズ・ザ・イン・コンシャス,ネス。http://nautil.as/issue/47/consciousness/th-e-ke-k-ul-problem-hathttps:www.newsweek.com、e、コーマック・マッカーシーニューブック -363027 ありがとうございます。